オコッペ町は北海道オホーツク総合振興局管内の北部に位置する町。アイヌ語のオオコッペ、川尻、互いにくっつくもの、虹を当てたものが町名の由来であるとされる。町の西部を流れるオコッペ川ともオコッペ川がかつては合流して海に注いでいたことからとされる。オホーツク海沿岸に位置する村長機関産業は落農、林業、漁業、 ホタテ、サケ、マス、ケガニなどが取れる。道の駅をコッペ町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道宗谷本線名よ駅。廃止された鉄道かつては、高品南線、名よ本線が通っていたが、高品南線は1985年7月15日に、名よ本線は1989年5月1日に廃止されている。 町内には、パンケ駅、宇津駅、北京駅、おこっぺ駅、朝日が丘駅、豊野駅、砂止め駅、富岡駅が設置されていた。北門バスが、門別方面とオウム方面、名市バスが、西おこっぺ、名寄方面への鉄道廃止代行路線を運行する。ほか、町中心部から豊か畑、朝日方面へは、町営バスが運行される。 おむしゃり沼をまたぐ急な夜本線、おもうさ、止め川橋梁。おこっぺ町富岡ご当地ソングとして、おう、こっぺ説が存在する。一時、会員制ラジオ番組、うまいっしょ、クラブのジングルとして使用されていた。アイヌゴラテン本寺、オーゆーコットポリエチレンハット AB、アイヌゴチメイリストエンオニシ p 二21から30、P、アイヌゴチメイリスト。 北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月20日閲覧。広報おこっぺ2018年7月号第682号。おこっぺ町。2019年11月5日閲覧。ありがとうございます。